ヤッホーとまるです。はい、ということでね、本日もちょっと最新フィギュアのね情報をお届けしようかなって思うんですが、だいぶ前に、そう、毎回だいぶ前なんだけど、8月ぐらいにちょっととまるもね気になっていたとあるフィギュアがね展示されていたので、秋葉までねその展示されてるフィギュアをね撮影しに行ってきたわけなんですけど、まあそれは何のフィギュアかと言いますと、渋谷スクランブルフィギュアから発売される初音ミクちゃんのねフィギュアとなっておりまして、もういつもと通りね、めちゃめちゃクオリティの高いねフィギュアになっていたんですが、まずはねじっくりデコマスを撮影してきたので、その様子からねご覧いただこうかなって思います。それではどうぞ。ことでね、もう初音ミクちゃん好きはもちろんね、フィギュア好きの方もねかなり必見のねフィギュアとなっておりまして、今にもねミクちゃんがほんと動き出しそうなぐらいめちゃめちゃね躍動感のあるポーズでフィギュア化をねされていたわけなんですが、ほんと細かい部分まですごいねよく作られていて、もう撮影するたびにね新しい発見があるくらい、360度どこから見てもね楽しめるフィギュアとなっていたわけなんですが、もう渋スクさんといえば髪のなびきっていうぐらい、本当もう今回もね髪のなびき方が本当細かくね繊細に再現されていたんですが、まずね販売期間が2022年の7月24日から2022年の10月31日の23時59分までっていうことで、まあねいつも通りもう締め切りまでね全然時間がないっていう感じではあるんですが、お値段が 52,800 円の税込みっていう感じとなっております。まあ高額なねフィギュアにはなってしまうんですが、
今回もね購入特典がございまして、しぶすくさんの公式サイトかAmazon にて受注期間中にご注文いただくと、村上雄一先生の書き下ろしキャンバスボードが購入特典でついてくるそうです。まあ、初音ミクちゃんのフィギュアはね今までもいろいろ出てはいるんですが、もう今回のね初音ミクちゃんのフィギュアももうサイズも結構大きいし躍動感もすごいしで、もうめちゃめちゃね目を引くフィギュアとなっているので、ぜひね新たなコレクションとして初音ミクゾーンにね飾ってみてはいかがでしょうか。初音ミクちゃんのねファンだけじゃなくってフィギュア好きの方もねもうほんと必見のフィギュアになっているんじゃないかなって思うので、美少女フィギュア好きな方はねぜひぜひチェックしてみてください。はい、っていうことでもう締め切りまでねあんまり時間もないんですが、かなりね高額なフィギュアではあるので、販売期間終了までねじっくり悩んでご検討してみてください。っていうことで以上最新フィギュアのご紹介でした。バイバイ。